オリエンタル・中村百貨店は1954年から1980年まで存在した愛知県名古屋市中草会にあった日本の百貨店及びその運営会社である運営会社の法人としてのオリエンタル・中村百貨店は社名を名古屋三越百貨店名古屋三越と変遷して2003年まで存続した通称オリエンタル中村 広告などで使用されたキャッチフレーズは、天に星地に花人に会い、星が丘三越前身の中村五福店が、第二次大戦後、本庁閣にあった旧店舗を東海銀行に売却し、栄交差点に新築されたオリエンタルビルに入居し、1954年にオリエンタル中村百貨店に改称し、百貨店業態となった松坂屋、丸江、名鉄百貨店と共に、 名古屋の四大百貨店と並び称されていた。1969年に三越と業務提携。1974年に蓄作製が岡本町に星ヶ丘店を開店するものの事業不振から、1977年5月に三越が中村五福店の持ち株を買収して三越参家に入るが、オーナーの中村家とオリエンタルビルは14%の株式を保持した。 1980年10月に社名を名古屋三越百貨店に変更し、それと共に店名もオリエンタル中村から三越になった。松坂屋、丸江、名鉄百貨店と共に頭文字が M だったことから、以後は合わせて 4M の愛称で親しまれる。さらに1991年には社名が名古屋三越と改められる。2003年、株式会社三越に合併され、 運営会社の名古屋三越の法人格は消滅。店舗は三越伊勢丹ホールディングス傘下の名古屋三越、栄店及び星川岡店となっている。なお、2010年4月1日以降、栄店及び星川岡店の運営を行っている株式会社名古屋三越は2009年10月1日に三越から新設分割により設立された法人であり、 旧法人とは全く別法人である。オリエンタルの名は入居したビルがオリエンタルビルであったことから名乗っただけで、カレーなどの食品メーカーで同じ地元企業のオリエンタル、及びかつて北海道釧路市に存在したオリエンタルデパートとは関係がない。本店正面玄関前にはカンガルーの像が置かれ、栄の待ち合わせスポットとして有名であった。三越の3階以後、 カンガルー像はライオン像に置き換えられた。カンガルー像は現在屋上遊園地内に移設、保存されている。1971年頃より本店外壁に14メートル、幅32メートルの岡本太郎による光るレリーフイ壁画が設置されていた。三越三海り後、岡本太郎に撤去することの了承を得て壁画は完全に取り壊され、 三越の丸越マークが代わりに取り付けられた。名古屋三越栄店屋上観覧車、本店屋上遊園地の観覧車は1954年5月に設置され、屋上観覧車としては日本で最初に設置されたものであった。現存する観覧車は昭和鉄鋼製、高さ12メートル、直径10メートル、ゴンドラが9機で、1956年12月の 増床工事完成時に設置された2代目で現存する屋上観覧車としては日本国内最古のものである。2005年7月20日営業運転を終了したが2007年には国の登録有形文化財に登録されている。2012年8月22日7年ぶりに人を乗せない形で毎週日曜日に運転を再開した。ABCDEFGHIJKL 流通。 会社年間1978年版、日本経済新聞社、PP46 から47、ハット ABCDE 流通会社年間1990年版、日本経済新聞社、PP62AB、中日新聞2000年10月7日付、中日新聞2003年2月6日付、名古屋デパート情報、丸 A、百貨店業撤退も、 中日新聞2011年5月14日。ABC、名古屋特捜隊、カンガルー像と壁画のその後は、栄の交差点で輝いた。名古屋の顔中日新聞2006年6月19日。文化財ナビ愛知オリエンタルビル屋上観覧車。愛知県公式サイト内。観覧車、屋上で7年ぶり。運転名古屋三越栄店毎日新聞2012年8月22日。 オリエンタルビル屋上観覧車に関するカテゴリー、ありがとうございます。